1、2、1、あい、あい、あい。引きまーす。はい、みなさん、こんにちは。ヒカックゲームズ、こちらです。今日から、イフトやろうぜ。イフトやろうぜ。ということで、グリーンバックで撮影しております。今日がですね、年内最後のイーフットボール大型アップデート、大型というのがわからないんですけれども、選手が出てきましたので、僕はある選手を狙って、とりあえず、ガチャですか？エージェントを回していきますよ。まずはね、こんなテンションでやってっていいのかな？冷静になる俺。冷静に。はい、ね、大人の配信ですので、まずはね、ちょっと美課金をさせていただいて、確実に、回していきたい。3回回していきたい。僕が注目しているのは、こちらです。まあ、今回はね、ショータイムにJ リーガーオーズ、僕も先日見に行きました。Jリーガーオーズのやつがショータイムで出てますが、すみません、今回僕が狙いたいのは、ワールドワイド、これなんていうんだっけ、週刊 FP みたいなやつ、はい、これヒカックさんでね見ました。これねムバッペね的中してるのよ。僕今ノーマルムバッペを、使ってます。このムバッペを3回のチャンスのうちに必ず引き当てたい。そして自分のねガチスタメンに投入していきたいということで、まずは課金していきますはい、課金完了しました。オッケー。これはショーツになります。あ、ちょっとね、ムバッペね、普通ノーマルムバッペとノーマルハーランド使ってるんですよ。これはね、もういろんな方も、まあ、ノーマルでもこの2人は取ってた方がいいってことで使ってるんですけど、なかなかね、ガチャで引き当てることができずチャンスを逃してきたんですけど、まあ、年内最後のこのチャンスを必ずものにしたい。3回しかないですからね、11分の3の確率。これ翔平君も絶対取っといた方がいいですよ。はい、間違いなく。やっぱこのね、100分の1とか150分の1を引き当てるより確実にチャンスがありますから。なるほどね。それでは回していきます。ムバッペ、ロングなんかロングランランジロングレンジシューティングがある。ロングシューティングですね。そう、プレイヤースキルでいきます。100万の方がいいんじゃん、お金出せば。いやいや、お金がないって冒頭に説明してます回していく。来い。一発目は絶対来ない。俺も分かってる、そういう甘い世界ではないのよ。はい、まあね、このね、フットボールスタジオどう？うりっ、はっはっはっ、来た。はい、来た。はい、ムバッペゴース、ムバッペゴース、はい、当てることができましたいや、ちょっとこれ持ってるわ。ゴイゴイスだ。これも確実に入れていきます。もう引かないです。無駄遣いしない。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとこれは持ってるわ。11分の1一発で引き当てちゃったよ。これをね、新しいムバッペを今のムバッペと入れ替えていく。はい、100です。総合値100。これワントップ持っていっちゃう。いや、これはね非常に嬉しいね。能力値はまあ本来のムバッペの能力値そんな知らないんですけど、最後にこれ引き当てるラインブレイカー、うん、総合値100まで来ましたね。ドリブル、決定力まあ詳しくはヒカックさんの動画をご覧ください。ね、どういう特徴があるのかっていうのは分かりますか。はい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 。コントロールカーブ、コントロールループ、ワンタッチシュートあるのはいいですね。はい、ありがとうございます。ダブルタッチも持ってます。はい、一発やってしまったというすごっ。はい、まあ、でもせっかくなんで、まあ、今からちょっと一回ねムバッペを使って試合をしてみたいと思います。どうしよっかな。まあ、とりあえず J リーグクラブボコすかうん、申し訳ないですけど、はい、僕のこのガチで昨日ね、インスタグラムでアドバイスくださいって言ったらめちゃくちゃ来た。
ウェンズデーブギーの僕に質問はとかの50倍ぐらい来た。いやマジでみんなどれだけねいいフットボールが人気かっていうのがね、すごい分かりました。はい、いやーね、まあ僕あの課金、最近課金したのは本当タカ君がね、あのノリで小次郎君あのガチャ回させてやみたいな、いやいやいやこれ課金しなきゃ回せないからみたいな、そしたら2000円分課金させてくれた。ありがとうございます。レバンドフスキーとフレンキーデヨングがねタカ君が当ててくれたんで、フレンキー。さあ始まりました、やっていく、このアルフォンソ・デイブスね、うん、最近スタメンに抜擢されたグリーズマンがねいいんですよ。はい、カルバール。ボール取れないね。これからね、俺からボール取れるわけないよね。うん、ほら、ほら、ほら。でね、久保選手めちゃくちゃ決めてるから、俺の。タケが。よくって、あ、やばい。シュート打てよ、俺。はい、ナイス。はい、ナイス。ワンタッチ、はい、ナイス。何やってんの？ちなみにこのアプリ、僕はウィール時代から、これもよく有名な話なんですけど、20代を僕はこのウィーレに捧げてきたんで、で、ね、このイグッドアプリ始まってからめちゃくちゃ課金もしましたし、プレイ時間もすごいんですけど、はい、あまりうまくないというね、うん、まあ楽しむことがねエンジョイ勢なんで大事ですね。はい、20代を捧げてきた。はい、働かずに、はい、ウィーレ何年か忘れたけど、高木吉明選手がユトレヒトに行った時があったんですよ、オランダに。その時代高木選手多分5回ぐらい転生してます。38歳とか40歳ぐらいまでプレーさせて、生まれ変わってまた16歳の高木選手獲得してっていうのやってます。あ、ちょっと集中していく。やっぱね、ここはやっぱねムバッペに決めさせたい、しっかり。確かに、うん、まあね、ちょっとね、配信始めたんでせっかくなんで、最近圭吾くんとかね、ウィナーズメンバーも動画上げてて、はい、来た、これは来た、はい、ダメみんなちょっとディビジョン上げてきてるし、今知る限りは圭吾くんが一番ディビジョン高いのかな、ディビジョン2まで行こうとしてるから今。プレステだったらそうですね。そうね、やっぱね、アプリ勢とこのプレステ勢ってめちゃくちゃ分かれるから、操作がねちょっと違う、うん、本当に操作技術とかeフット強いっていう人たちはこのゲームでやると思うんだけど、絶対にそのユーザー的にはアプリの方が多いから、まあどっちもいいんじゃないですか、どっちもやって、ただ僕はアプリで決定を目指してる。うん、いただきよう、うん、いいのいただきだな、いいのいただき。やばい、てかやばい、全然集中、これ話しながらやるってすごいな。ピースピース、あ、行く、失点、うん、テセのピースピースって言った瞬間に失点した。テセじゃない、小野寺です。あ、小野寺さん、すいませんでした。生徒会長、まあまあこっからね逆転して、散々やっぱね、ウィナーズの動画でもイーフってやってきたんですけど、多分僕がね、そんな下手くそっていうシーンはほぼないと思う。ああ確かに、下手くそではない。うん、まあそんなうまくも。まあな。まあ。やっぱこう、撮られてて喋らなきゃいけないっていうのもあるから、お、東京ヴェルディ相手に、コウジロウデスチーム、0-1で負けてます、前半。コウジロウデスって、はい、死のデスですか。いやいや、コウジロウ氏じゃない、コウジロウです、私はっていうことですか。そういうことか。はい、自分で自分のこと言ってんの、君変わってるね。さあ、久保選手、やっぱこの何ですか、継承省略、なんていうの、継承3とかこう省略すること、はい、うん、はもう本当にご了承ください。ゲームなんで、久保とか言っちゃいますよ、やっぱりテンション上がってたね。はい、でもこの、あ、えぐい、やっぱね、プジョル使ってます。プジョルもう要だから、うちのチームで、キーパーはオナーナ。その髪型プジョルだっけ。違う、ロナルジーニョ。いけ、グリーズマン、 P
ピンヘッド。ブリージュ。いけ。さあ、ホドリゴ。ホドリゴ。ウンパの友達使ってんの？あ、確かに。確かに、ウンパすごいな。グリーズマンと動画撮ってたからな。君もあったよね、グリーズマンに。グリーズマンありましたね。マジかよ。グリーズマンって年結構近くなかったか、俺らと。多分近い。ね。いやー、ちょっとなー、まだムバッピーとか見してないですね。僕は全然集中できてないんで。ムバッペ、ヘディング、タケ。ベースチーム何にしてます、翔平くん。ん？翔平くんベースチームなんですか。そんなのしているわけないじゃん。いや、いいだろ、別に能力関係ねえ。プライベートのことは話さないって決めてるもん。やばいな、お前の。その、口の硬さ。情報漏洩防止の能力、うん、怖いかな。突っ込むな、突っ込むな。あの、余談ですけど、マキヒカ君は知らない人と寝れないそうです。聞いたことあります。はい、ガチです。ホドリゴはサイドで受けていく。知ってる人はどの程度で知ってる人なんだろうね。確かにね。あ、違う、早稲田実業と、広島国際、はい、広島国際勝ちましたね。つい先ほどの話だ、はい、つい先ほど僕のね、出身というか、まあそのエリア、東京、うん、君、広島、はい、広島勝ちました。はい、ホドリゴチョコ買います。嘘です。ホドリゴー、びっくりした。来た、クリスマン、ちょっと貸して、今回。はい、バモー、はい、バモー、はい、いちいち、はい、いちいち、ここしっかり勝っていきたいね。やっぱりね、初の配信ですから。配信っていうの？配信だよ。配信。収録配信。生配信ではない。ちょっと待って、ここで。実況チャンネルですね。実況チャンネルです。あの、アザスちゃんのチャン、アザスちゃん、アザスのチャンネルにも、あの、似た量が上がってますんで。アザスはね、結構テクイことしてるんですよ。メッシは左に置ける。左利き、左に置くみたいな、いろいろ戦術試してる、ね。そしてここで交代をしていく。右にね、一回右にキリアン持っていこうか。キリちゃん持ってって、うん、あの一番前にラウタロ、あ、やばい、オグリオグリ、あ、やばい、ラウタロを一番前にして、トップ下にメッシを取る。宮村さん、あ、言うな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 、全部言うな。全部言うな。あ、ムシャラかな、やっぱメッシ悪いけど。で、もうやっぱね、一気に変える。これ僕の戦術は、うん、戦術というか、もう一気に5枚変えるっていうね。なるほど。やっぱリアルサッカーみたいにちょくちょく変えないのよ、Eフットは。短いから一気に全員変える。ラインが届いた。ビニシウス、ビニシウス、ビニ、あのビニシウスはね、あのテセ君の友達ですからね。ビニシウスも2回会ってるからね。こちらとか。え、そうだっけ、うん、お前エグいやん、グリーズマンもビニシウスも、うん、エグ。ビニシウスに関してはレアルの試合の後に会ってる。エグ、なんなお前。悪いわ、もうイガインと友達やけど。意外にと、あ、ネイマールも友達だからね。サンジェルマンのやつで。いけ、ちょっとムバッペ、走行値100見してくれ。キャラクターが良くてもね、はい、使ってる側に問題もあるからね。いや、まだまだまだ、はい、ワンタッチ、は、俺、あ、マジ、俺やばい、俺普通にハーランド出すつもりがラウタロ・マルティネス出してた。えぐい、えぐい、やばい。何してんの君。カモ、あ、やばい、あ、やばい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 、もう前プレー、前プレー、前プレー、ナイス、ナイス、奪って、そっちじゃないて、そっちじゃないて、ゲマラね、そっちじゃないて、マジで君の操縦が良くないんだよ。ちょっと待って、この初戦一日は渋いで、ムバッペの良さ1ミリも引き出せてない。はい、終わった。コウジローと東京ヴェルディの試合、1対1引き分けです。渋い。すみません。
ガチャで引き当てたね、ムバッペの良さを引き出せずに、参考にならない動画となってしまいました。この後もね、いいフットボールの動画上がっていきますので、皆さんぜひ、このエージェント回して11分の3の確率でムバッペ当ててみてください。詳しいこととか、面白い実況配信を見たかったら、ケイゴくんの、ケイゴゲームス、そしてアザス、そしてヒカックさんの動画をチェックしてください。今日は見てくれてありがとう。デスメンタルもまた配信するからね。お楽しみにー。いえ、怖っ。